久保さん、あの写真、一瞬僕かなと思いましたね。俺こんな写真あ,あったかなと思って。まあ、世の中には似てる人がいるもんですね。めちゃめちゃ似てますね。<laughs> まあ今回はネットにしましょうの。ネットのねですね。まあ、僕がまたラッキーだったことが、まあ、当時ですね、あのこれからインターネットが来るなっていうところをすごく感じたし、思ったし、まあ、それしか選択がなかったっていうのもあるんですけど、あのまあ、予想通りね。 その予想が外れなかったっていうね。インターネットがもう、もはやね、インターネットに触れない時間がないんじゃないかなっていう。だってスマホ絶対みんないじってるじゃないですか。てかスマホともはや、スマホがもうないと、もう、わあー、みたいになるじゃないですか。だからもはや、今は、ま、たぶですねこれからスマホを体内に入れるっていう風に僕はなると思うんですよ。まあ、それは、あの、いろんな問題があると思うんだけども、正直もう手に話せない存在じゃないですか。 だつまり、これね、一番の、じゃここに問題が何があるとするならば、やっぱ落としてしまうっていう、ことは問題なんですよ。なんで、スマホをもう、チップで入れちゃって、で、もう、こうね、なんか、ビーって出てくるみたいなね。まあ、多分そういうふうにな、なんか、なってくると思うんですけどね。てか、そうなるでしょうね。てか、絶対そっちの方がいい。だって、落とすってことはないですから。充電もする必要ないみたいなね。自分のその、体内の電気エネルギーで、こう、なんか、充電するわか,かんないですけど。 ただまあもうだからもうなんか、だからもう昔テレパシーみたいなね、なんか意思電身とかもあったじゃないですか。それがもう現実にもう人間で Wi-Fi でつながって人間の中でその、この脳かわかんないですけど、それでなんかそのやりとりがもうできちゃうっていう時代にまあ,まあ僕が生きてる間にそれはならないかもしれないけども少なくてももし人類がずっと今後もいるんだったら最終的にテレパシー実現します。 wifi で繋がります。人と人がね。僕はそう予測してます。でもその予測が当た,当たろうが外れようが別にどうでもいいんですけど、多分その頃は僕き生きてないと思うんで。だけど、今現実問題としては、スマホがないと厳しい時代になってて、もうみんなって、もうとにかくスマホみたいな。とにかくスマホを手からさないっていうね。久保さんもどっかで行くときに絶対スマホ持って行きますよね。100、多分これ100%の稼働だと思うんですよ。絶対に100%スマホを持っていくと思います。あの、久保さんも持っていくと思うんですよ。 もちろんその近所とかね、まあ本当にちょっとだったあれですけど、どっか旅行行くのにスマホ持ってかないですかみたいな。<laughs> もう絶対その必要じゃないですか。だからもう、インターネットっていうのはもう人間の一部なんですよ。でそこまで浸透してるのにも関かかわらず、ネットがまだ使えないっていうのはちょっと残念な感じですよね。だから、 あの、インターネットで何かこう発信をしたりとか、インターネットを使いこなす、もしくはインターネット経由で集客をする、インターネット経由、インターネット上で収益を上げるっていうのは、これはマストかなと思いますね。うん、逆にそれができないと、まあ、まあ、リアルな仕事っていうのは、どん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 もう観測化されてロボットになってって、どんどん仕事は失われるので、もう本当にクリエイティブな仕事しか残らないんじゃないかなと思うんですよね。 だからもう本当に個人が一人で稼ぐ時代。会社から給料をもらうんじゃなくて、個人が何かを使って、まあインターネットを使うのが一番いいと思うんですけども、それらを使って発信していくと。逆に言うと、そのインフルエンサー、ネットの発信してる数だったり影響力を持ってる人が、今度大企業がお願いします。うちの会社の商品を紹介してくださいっていう大企業が個人に頭を下げる時代なんで、今はね。まあ、時代は変わってます。 昔はね、なんか、オーディションタレント CM ありがとうございますでしたけど、今逆なんですよね。すいません、自社の商品を紹介してくれませんでしたかって、ね、そう。逆ですもん。いってらっしゃい。